そこの事務所で産んだんだ。そうしたら穴からドボンと落ちてきて、うん、名前とか何にするか名前が決まんない。新しい名前、うん、新しい名前がいい。だっていきなりこの人とることになるかもしれない。そこは取れた？いや、久々だね。びっくりしたよ、本当に。はっきり言えば。びっくりすると思わない？いや、思うよ。だってびっくりするわさ。そう、何？そこの事務所で産んだんだ。うん、ごめんね、ちょっと痛いからさ。どうぞ。でも、人いる場所でよかったね。まあね、まあ、道端じゃなくて。とか、そうそう、一人の時とか。だって多分一人みたいなもんだよ。だって医者なしだから穴が破れて勝手に出てきたみたいなことなの。だって人だって分かんないじゃん、腹痛いって言い出してさ急に、うんうん、救急隊だってあのグッズがないからさ、うん、縫うとかハサミで切るとかできないじゃん、うん、ハサミかないか知らんけど。ご飯食べるどれだろう。でもえあった何でもいいよ。あ、ありがとう。好きな魚、生魚食べて。いや、僕もちょっと大阪行くって言った時からちょっと怖かったけど、まさか本当に22日に出産するとは思わなかったよ。まあでもちょっと結果はどうかね、なんか人いる場所でなんか無事に生まれてよかったね。アイラちゃんもどう？そのまだちょっと痛いって感じ？痛くて痛くてさ、今痛い、すごい痛い、うん、痛み止めとかもらった？うん、もういいや、OK、頼みました。お子さんはあれだよね、もう。あ、どうしたらいいかな、引き取り、あの、迎えに行きたいんだけどさ、大阪に。多分ね、うん、もう最初からそれは無理なんだと思う。かわいそうだ。かわいそうはかわいそうなんだけど、うん、もう多分最初から児童相談所が入ってたと思う。違う、またさ、生まれてきて見てなかったんて、またさ、変な救急隊が、うん、なんかあの9階だったんて、その事務所が、うん、で、担架あるじゃん、普通のベッドみたいなやつ、あれがの、うん、あの運べないって言われて。それね、階段なの9階って。エレベーター。あ、エレベーター。で、歩いてください、うん、歩いたらいいのかどうかってのにさ、1時間も2時間もさ、こっちは腹が痛いって言ってんのに、うん、1時間ぐらい、なんかどうやって降りたらいいんだって、なんか救急隊もと、なんか、あ、また変な、トロトロしててさ、ほんでもうこうやって張っていくわって言ったんだって、うん、歩けんから、うん、そうしたら穴からドボンと落ちてきて、いいこれ、あ、いいよ、あの、落ちてきて、見てもなかったんで、子供のこと、こう倒れて、こっちも、あの、縫うグッズも持ってないからさ、救急隊、出血されるなかったから、うん、で、後ろ向きもできず、こうやって足閉じていたんだって。そうそう、すぐそこに子供がいる。なんか出てきたんだってマジでこうやって張って、あの1階に降りようとしてたの、あの、うん、医者に向かいますって言ったから、病院に。あ、で、その時踏ん張ったら、踏ん張ったっていうか、もう無理だと思ったら、あなたがドボッと出てきて、何か、うん、子供だよ、何かがなってそうしたらいきなりなんか、うん、後ろからおぎゃってなんか、なんかその変な、なんか聞こえてきて。え、すごいね、いきなりもう、あの、泣いたんだ。すごいおぎゃって泣いて、うるさかったうるさい。でも振り向けられないじゃん、出血多量でしょないから。まあそうだね。ほんで単価がどうとかまだ言ってるからさ、うん、ずっとあの、うん、おかしな救急隊、おかしな話運んでけばいいのにさ、抱きかかえてでも、うん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 、でもこっちは痛いからあんま喋れんからさ、うん、ずっと変な歩くのか何なのかって言い出してさ、その中1時間ぐらいかかっちゃってさ、そしたら出てきちゃってさ、穴からいや、まあでも よかったよ、健康。そうだね、そんだけおぎゃおぎゃってさ、生まれた時から泣いてたら、うん、ちゃんと呼吸もできてる。見てないからさ、ん、子供見てないからさ。あ、アイラちゃんか、うん、うん、多分もう大丈夫、もう心配しなくていいと思う。最初から児童相談所が介入してて、アイラちゃんの子供を産んだら、そこの名前とか何にするか、出生届出さないかんから、法律で。そうじゃん、うん、で、出生届も多分全部やってくれると。で、あれ出生届でも名前を考えないかんって言ってた。あ、名前を考えてって言われた。そう、うん、名前が決まんない。名前何にするの？何にしようかな。男の子？男の子。どういう風に育ってほしいとか、なんか思いとかあるの？分かんない、それだと会いたいけどね。うん、
だから行っちゃうかもしれない、また大阪。大阪？うん、調子が良くなったら。それさ、無理だけど。それさ、またさ、前回その産んだ時みたいなさ、うん、帰りのお金がないから、うん、その、ちょっと帰られないみたいな感じになっちゃうかもしれないから、その生活保護の担当の人いるでしょ？さ、ちゃんとしっかり話して、で、その、会いたいとか、で、会えるようであれば。服がさ、めちゃ良くてさ、あっち、買い物しまくっちゃったんだって。何を言ってるの？大阪、服が良くて。じゃない。はいはいはい。いいのあったんだ。うん。そういう感じ。うん。子供ね、なんて名前にしようね。てか家がさ、ムカつくんだって、なんか今日さ、追い出されたからさ。今日追い出されちゃった、ね、出産するまでだって言ってきてさ、こっちは快適に暮らしてたのさ、あそこの家。そればっかりしょうがないよ。だから、金集めてさ、うん、どっか借りた方がいいかなと思って。生活保護だとしても自分名義で借りるってこと。あの、家賃5万いくらだったらいいって言ったから、さんが、うん、で、あの、保証会社とかつけて、あの、うん、向こうが出してくれるから、そういうの、役所が。だから見積もり書持ってけばいいって言ってたから、うん、でもその5万は先に自分で払わないかんだって、その家賃の、うん、その保証金とかは出すけどっていう、はいはい、うん、あの保証金とか敷金、礼金、そういう段取りするしたいな。したい。携帯はね、今日そのスカウトさんが教えてくれて、その SIM カード買いに行ったんだよ、ヨドバシに、うん、だからそれで50ギガから30ギガまで Wi-Fi なしでメールとか LINE とかできる。できる。うん。どうやって生きていきたい？昔にも踊りたい。昔なんか8ヶ月妊娠する前の歌舞伎町にいた頃の1年ぐ2年ぐらい前に戻りたいな。その時ってさ、うん、その時も何、あの、立ってたの？ないの。ないないない。働いてた。でもたまに金が欲しい、金があった方がいいじゃん、多い方が、うん、だからまあ暇があったらをやったりしてたりもしたけどね。でも今みたいにそんなバカみたいにいなかったな。ホストか、ホストかスカウトさんとしか遊んでなかったな。うん、まあそしたらだからまた頑張って、今の状況でその離れるけるかどうかっていうところもあるじゃん。その何もそもそも面接に行って受かっているけど、これが治らないかんってことに、ま、場所は内装、生活保護も多分いつまでももらえないと思う。いや、生活保護はもうそれ、もうそろそろ切る。だから働けるようになったら切る。切るよ。うん。もしその、じゃあ生活保護しないってなったら、別に大阪でも出稼ぎ行くし、また、ってとことか、うん、なんとかってとこも、そこも来てくださいって言われてたら、手術、子供で生まれちゃったからさ。で、昨日、この前生まれちゃった店の店長もさ、やったことあるんだけど。店長と？うん。いきなりやられたんだって、びっくりしたって、いきなり。あの、それ何、いつ？家の近く歩いてたんだって、大阪の。それ何？近く。1週間前の話？だって前ね、もっと前。そうしたらなんか車で来てさ、何やってんのみたいな感じで来たからさ、うん、乗ったらなんかいきなりホテル行ってさ、うん、なんか笑いながらやってくるからさ、何この人のって。怖くない？てか、あやちゃん、今とりあえず決めなきゃいけないことが、うん、今いっぱいあるね。うん、そのでは、まず子供の名前も決めなきゃいけないでしょ。うん、で、その不動産の話もそうでしょ。うん、で、その後、その仕事を再開させるみたいな感じだよね。そうだね。宣伝していいの、仕事どこで働くか。あ、どうぞどうぞ。あれだね、一応とこ東京だったらそこだって前から来てください。あとまたニティにても来てとか言ってたんけど、うん、もう終わったやん、終わったじゃん。終わったって言い方よくないよじゃあでもさ、あの役所の人まで笑ってたけど、なんで、あの店で、繁華街のど真ん中の店でいきなり子供が、うん、穴から落ちてきたっていう、うん、子供か何か知らんけど出産になって、みんなびっくりしたでしょって笑ってて、私も笑っちゃってさ、こんなおかしなことあるかと思ってさだってさ、その店長その時いなくてさ、ボーイが一人いてさ、うん、そのなんか急にお腹が痛くなってさ、子供かなと思っちゃったの私。怖いこと言わんといてよ。じゃあなんかあの車で、あのさ、やつでさ、うん、あの車の中で寝転がって寝てたからさ、バッグがぶつかったりしたから、あの子供だったんかなと思ったんだって、うん、ごめんね、今あのパンツだからさ、あの、うん、あのその何、
へそどうなってんの？あ、これへそ？あ、脂肪吸引の後、まだお腹ちょっと出てる。でもだいぶへこんだんですよ、すごい。いや、へこんだ。だって胎盤とかさ、なんか救急隊が行ってきたけど、うん、あの胎盤が出るから待ってくださいって言われて、うん、なんか鶏肉みたいな、こんなでっかいのすごいいっぱいあって袋に持ち帰ってたよ、救急隊の医者の人が。へその緒とか全部、本当はへその緒もらわないかんわって言ってたけど、いればよかったの一緒に。いや、いらない一緒に。続いてこれはさ、貴重な体験ができたじゃん、一生に一度の。で、もうないからね、私は絶対、うん、ついてこればよかったじゃん、大阪。大阪何を言ってんそんな。そうしたらその出産シーン見れたじゃん、別に撮影してくれって言うぐらいだから見られて何とも思わんからさ。びっくりした。また変な話ばっかしてるからさ、9階でどうやって降りるんだって言ってさ、うん、こっちもあの痛いのにさ、大変だったらね、そう、運べばいいじゃん、抱っこしてでも何でも、うん、それなのにさ、長く話してきてさ、ほんでもうこうやって張っていったらさ、穴からドボッとなんか落ちてきてさ、で出血あるようになりたくないじゃん、向こう縫うグッズ持ってないから、救急隊も分かってんのか分かってないかよく分からんけど、ぼーっとしてる、そのグッズがないじゃん、医者じゃないから。グッズって何？あのだから縫うグッズだわ。縫うグッズ、うん、それ処置のグッズ、はいはいはい、うん、びっくり。そんなど真ん中歌舞伎町みたいなとこだよ、商店街とかグリコとかあって、あ、そこにがあんだって、9階に、はいはい、そんなとこでど真ん中でさ、ドボンだよ生まれてさ、ちょっと待って、薬飲んでいいですか、ちょっと電車乗ってくる間に腹がなんか調子悪くなっちゃってさ、さっきでもらってきたやつ飲まなかったからさ、マジびっくりしたよ、みんなびっくりしたよ、その人のボーイの人が一番びっくりして、一人でさ、店長もいなくてさ、一人の女がいきなり鼻からこうやって急に東京から来た女がさ、鼻から出産してたら困らん、知り合いだったらいいかもしれんよ、そんな知り合いじゃなくて初めて会ったような人がさ、出産だぜ、いきなり鼻からさ、起きてたびっくりするさ。でしょ？でしょ？全く知らんようなさ、ただのさ、あの、キャストを働きに来ましたっていうような人がさ、いきなり出産だって言って鼻からさ、と思って落ちてたびっくりするじゃん。びっくりだね。救急隊が医療来てさ、生まれますなんて言ってさ、びっくりするじゃん、普通。びっくりだね。うん、だから一応電話して言っといたけど、3年はかけてすいませんでしたねその店長だったらまだいいかもしれんよ、そうだけど、そんな知らん人がさ、いきなりさ、あなたが出産だって言ってさ、おかしいよ自分でもびっくりしちゃって、こんなおかしいことあるかと思ってさ、その場合なのが一番びっくりすると思うよあの変な店長いいですよって言ってたけど、なんか店長はいいよって言ってきたんだって、働いても、でも変なおじいさんみたいな人怒ってきたの、今度臨月の時に働きに来んだって言って、いやそりゃそうでしょ怒ってきてすごく怒られて、うん、ほんでさ、まともな人だよその人は本当ほんで私は10月10日だから出して、あの別にやってるから大丈夫だって言い張ったんだって、だからもうあの休むだけ休んでなさいって、あの待機所に行っていいからって言って、うん、そしてさ、昼になったらさ、あの店長もそのおじいさんもいない時、普通ドライバー見たらおとなしい人、そばとお前でさ、いきなり知らん女が出産だった、びっくりするよ普通に思わん、もし店員でさ、オーナーが働きに来ましたって東京からって言って、うん、ほんでいきなりその人が出産なんて、的な腹が痛いから救急車呼んでくださいって言ってさ、痛ーとか言って叫んでさ、なんか救急隊の中どことかさ、おぎゃとかさ、びっくりするさ、はい、落ち着いて、びっくりするでしょ、ま、普通にびっくりするじゃん、おぎゃとか生まれました男の子ですとか、誰もびっくりするよその人だって知らんかったかもしれんじゃん、この人生まれる歌なんて元気そうだね、すごい、こんなびっくりすることないからさ、世の中に、いや、ないよいきなりほんと知らんとかさ、びっくりするじゃん、普通に、すごいね、うん、これ食べて、うん、マグロだって、その人にあの謝りに行かなかったと思って、店改装して綺麗にしたばっかなのにさ、血まみれになっちゃった、そうそうそう、しょうがない、弁償しないかんってやったら怖いけど、高いから、うん
大丈夫だよ、店長が優しいからいいかもしれんわ、うん、これつければいい。違う、それは普通にそれでそのまま食べていいやつ。あ、びっくりしたこんな人いないじゃん、普通に働きましたし、子供が行きたいもんね。分かった分かった、すごい自分の中でびっくりでさ、そんな誰でもスクープにしてほしいぐらい、だから今来たんだって、この撮影でスクープにしないかんと思って急いでほら実話だよ、うん、もうそこの店に行って撮影許可取って、あの載せたいぐらい、その意見をどういう感想だったかインタビュー、うん、私だけの話は嘘だと思われたらいかんからさ、うん、この胸のあざにどうしたの？痒くて帰っちゃった。あ、帰っちゃった。多分出産の時かなんかその、あ、暑かったからさ、なんかなったんだって、あの、うん、多分金属アレルギーだよ、まあ、だけど、うん、まあ、さっきの続きで、うん、あれ何言おうと思ったか、あと言うこと考えといたんだって、うん、あの向こうでこんなびっくりしたことがあったっていうのでそれ何だったっけな、あと一個、あ、忘れちゃったじゃん、忘れちゃったびっくりじゃない？いや、びっくりだよ、うん、そんな人いないじゃん、いきなり人が働かせてくださいって言ってさ、子供と思って産んで帰ってくるってさ、うん、おかしいじゃん。てかさ、うん、てかあの一回さ、その生まれた後、うん、大阪にいたじゃん、うん、で、そことさ、そこの病院の人が僕に電話くれたじゃん、うん、で、その何、まあ、お金のこともあるから、うん、迎えに来てほしいみたいな、うんうん、で、わかりました、じゃあその日、次の日、すぐには行けないから次の日朝向かいますねっていう約束して、うん、で、アイラちゃんそこにずっといてねっていう話したじゃん、うん、だけど、なんか違う方が迎えに来たって言ってて、うん、言ってたじゃん、その違う方って誰なの、まあ、変な人変な人に迎えに行ってもらったの、変な人っていうか、私のこと好きな人、あ、向こうにいるんだ、大阪、違う、名古屋じゃなくて、あの東京の人、歌舞伎町でナンパされて、無視とかしてた人、あ、その人何、大阪から来た、あ、大阪まで来たの、そうそうそう、私の好きなことを好きな人、へえ、うん、あ、そうだった、うん、あ、じゃあその人が迎えに来てくれてお金も払ってっていう感じ、こっちまでどうやって帰ってきたの、その人がこっち、車、あ、その人の車、10時間ぐらいだった、下道もしかして、いや、高速高速で10時間か、うん、途中で静岡でさ、あの買い物とかしたからさ、うん、それ男性、男性、へえ、電話さ、すぐ行くわって言ってさ、うん、車で来て、往復できて、うん、そういう人もいるからさ、それ何友なの、ナンパみたいな感じ、ギャル好きな人、うん、貸してお金もらうくれるの、まあ言えよ、それは言えない、言えない、内緒、うん、まあでもさっきの話に戻るけどさ、名前考えた方がいいんじゃない、うん、どういう子に育っていってほしいとかない、例えば広い心を持って強くとか、うん、たくましく生きてほしいとか、まあ、会って話さの分かんないな、会ったって話せれないって赤ちゃん喋るわ、だってもうこの前の出産の時、生まれたとすぐ喋ったんだよ、なんて言って、さ、家にまたおかしいとか言ってくるから、おかしくない、喋ってみると名前は決めないって感じ、うん、男の子、例えば仮になんとかなんとかとかってないの、何しようかな、思い浮かばない、歩むとか、やだ、なんだ、うん、強し、なんかそれなんか古臭い名前やだ、新しい名前、うん、新しい名前がいい、歩みは、いや、古いなんか、いい、進む、なんだよそんなおっさんみたいな名前もっとさ、若いイメージのさ、名前にしてよ、楓とか、あ、まだそっちだったらいいかもしれない、ホストじゃん、ホストみたいな名前の方が若くていい、若いっていうかさ、今時の名前じゃん、テルオ、やだよ何がいいんだろうね、翼、古い何がいいんだろう、太陽とか、
あと一個何を言おうか思い出そうと思ってるのでもう一個絶対言おうと思ったことがあったって言ったじゃん。なんかびっくりすること、うん、これだけは伝えとかないかみたいな。出産に関係する？うん。なんだろう、生まれた後の話？出産の話。出産の話？出産中の話？なんだろう。うん。赤ちゃんの話かな。なんだろうね。でもかっこいいかかっこよくないかとかいろいろ見たいよね。ていうかまた大阪行ってさんもついてきてよカメラマンで。こっちは安心じゃん、買い物で金使っちゃうのにさ。あっちも遊ぼうと思ったら遊べたとかあるからさ。かあのえあのそんなってやめてごめんごめん、別に悪くないからさ。いや悪くない、悪くないわ普通に。援助してもらう交際だから、ただ警察は何も言わんの、うん、とかさとかに関係って言ってくるからさ。でもトラブル起きるから警察呼んだことあるもん。金返すとか言ってきたりさ。何にもなら、ちょっとびっくりしすぎたって思い出したらそのボーイの、ボーイっていうかドライバーの人だけどさ、うん、びっくりしてたと思うよ多分。いや、それびっくりだよ。何が起きるんだろうと思ってさ、向こうも腹が痛いって言われても何なんか分かんないじゃん。うん、うん、まあでもなんか元気そうでよかったよ。うんうん、で子供の名前さえ決めれば無事でよかったでしょ。私かもしれんとか言ってたけど、いや無事でよかったし、まあ無事だと思ってた正直。ほんと？うん、もうなんか赤ちゃんの具合もすごい健康に育ってて、で安産が予想されるみたいな。でも大阪の医者に聞いたけどさ、うん、全員女だったけど産婦人科、うん、しあのそうやって出産の人は多いけど、うん、全員が全ことってあるんですか正直言ってたら、うん、そんな全員が全員無事に終わるなんて本当ないぐらい、あんまない、あんまって言ったら悪いけど、うん、結構人も多いんだって出産で。多くはない。でもまあもちろんその繋がってしまうこともあるにはあると思うけど、うん、まあ今医療って手は発達してるから、これはなぜか分かって、医療に繋がってないと、うん、繋がってないとそのリスクっていうのも、うん、なんかねすごい痛かったんだって今回。あの病院じゃなかったからさ、穴から出てこんじゃん子供が、切れんから。だからすごい痛くて、もう自分でさ体どっかぶつけんじゃないかと思うぐらい、それで、うん、と思うとか。これあるじゃん、これ。あ、ありがとう。そういうの可能性あるなと思ったよ。はい、話すよ。うん。でも医者は嘘言わんって言ってたから、100% みんなが生きれるわけじゃないって言ってたよ。生まれてすぐおぎゃーって泣き出したっていう話はちょっと感動した。うん。生命力強い。おぎゃーってすごいうるさかったよ。顔は見てないけどこっちも振り返らない。命の叫びだよ。うん。うん、うるさいなんていうかもう賛美かよ。靴脱いで足上げていい？ちょっとあれだからまだ治ってないから。痛い、穴が切れてる状態だから。うん、いいよ。あと腹の中とか、腹の中ね。うん、怖かった。びっくりさ、私も分からなくてさ、赤ちゃんが〇なんかなと思ったら車で寝転がってさ寝てたから、カバンとかぶつかったからさ、うん、動かないし、うん、10日の出産だからそんな早く生まれるわけないと思ったらさ、うん、いきなり出てきたからさ。だから救急隊も何も言わないんだもん、もう生まれますよとかさ。だから何なのか分からなくてさ、自分でも出産が、あの生まれるのか、なんでお腹がこんな痛いのかってことが分からんかった、うん、その時だから痛み止めもなしだし、ハサミも縫うもないからさ、もう全部自分で勝手に家で一人で生まれてたような、そういう感じになっちゃった。うん、うん、ってことはすごいね。あとの人見てるだけだからさ。うん、いやもう見てるだけってか、あの触っちゃダメなんだよね本当は、うん、その赤ちゃんってアイラちゃんってさ、うん、ぶっちゃけ血液検査してないじゃん、してなかったじゃん、うん、あの行ってた時俺と一緒に行ってたじゃん、うん、その血液検査かたくなに困ってたじゃん、うん、だから性病があるないっていうのをその検査してない状態だから、その帝王切開で本来は出産する予定だったんだよ。えー、そう。嘘はそんなこと嫌だ。いや言わないよ、それはだって怖がっちゃうからね。ただただ、その性病の検査してないっていうことがことがあるから、その、うん、その帝王切開じゃない出産だと、その子供
の感染リスクっていうのがあって、本当はその赤ちゃん、その参道通ってきた赤ちゃんをその素手で触るとか、だから1回目の時も愛知県の時も自然ブーメンでって言ってやあったから、うん、で今回も勝手に自然ブーメンってな、大阪、まあ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 、何はともあれとりあえず良かったですよ、うん、本当にびっくりだよね。でも無事で良かったよ愛ちゃんね、うん、本当だよ、縫ってもないしね、うんうん、そのままでも大丈夫だって、うん、まあ、俺行かなきゃいけない。もう行っちゃうの？じゃあね、仕事があるから、うん、それ食ったら行こうか。今度さ、大阪行きたけさ、その子供の関係、うん、ついてきてほしいぐらい撮影とかの話で、ね、あ、いいよいいよ、 いいよ。 この結婚前の時もついてきてくれたらよかったかもしれないよね、そんな一度、人生に一度のことだからさ、うん、まあ、次行く時、じゃあ声かけて、うん、あの穴の調子が治ってきたら行きたいと思う、うん、子供見に、うん、あと名前とかね、うん、普通登録はさ2週間以内だって言ってたから、うん、2週間後ぐらい1週間ぐらい2週間ぐらいに行きたいなと思う、大阪に、うん、ちゃんとちょっと話するわ、うん、うん、早く生活保護から出したいね、出したい、うん、生活保護から、うん、とりあえず穴が治らなくてあれ仕事もできないからさ、どんな仕事でも出産上がりはさ、どんな仕事でもできないじゃん、バイトでも、うん、いや、無事でよかったよ、無事でよかったよ、私だって本当に、うん、びっくりしたわ、怖かったわてか、びっくりでさ、もう、うん、笑いが止まらなかったよ何、生まれてる時、じゃあ生まれてる時というか、自分でもびっくりしたもの、こんなところでさ、そのボーイの人もよく分かってなくてさ、うん、いきなりそんな穴が落ちててさだったら大阪でよかったかもしれない、帝王切開だって失敗するかもしれないからさ、腹だって切るかもしれないから、うん、まあ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 、大阪出かけてよかったそれなら、そんな情報があるなら違うよ、そのアイラちゃんを思ってというか、うん、それができざるを得ない、うん、あ、それをするほかないっていう状況だったから、これは騙そうとかそういうのじゃなくて、アイラちゃんとアイラちゃんの子供のことを考えた上での判断だな。だから病院の人とかは悪く思わないでほしい、うん、まあ助かったらよかったよ、本当だ、本当だ、うん、終わりよければ、であと これからさちょっと治るまで気をつけてさ、うん、生活して、うん、ありがとうね、ここ入れとけよ、これちょっともらうね、もらうねってか、なんだろうこれと思っただけ、たてがみ初めて食べるかも、油あんまり、あ、苦手、歯ごたえがあっていいよね、味っていう、カキ食べる？いや、あまり好きじゃない、生牡蠣、カキフライだったら食べれるけど、うん、美味しいよ、うん、大阪のこと、うん、子供見に行くってやつ、うん、いい、うん、でもありがとうね、あの人も、うん、結構大阪の意外だよ、え、あの、YouTube とか TikTok に出てる、あ、イチャイラさんですかって聞かれた？なぜ？どう思った？結構声かけられたらさ、うん、うん、そうだよって、うん、あ、びっくりした、びっくりするでしょ、本当に、え？びっくりするでしょ、普通に、いや、めっちゃびっくりだよその話言ってなかったでしょ、確か、何が何が、あの子供が落ちてきたって話、あの〇の事務所で、うん、うん、本当にね、うん、まあおとなしい人でよかったけどね、逆に騒がれてさ、こっちもさ、なんかおかしくなっちゃったらいかんじゃん、タイミング逃したら、そのボーイの人も、ボーイっていうかドライバーの人、うん、うん、あじゃん、本当、母乳が出んっていう話はある、あ、もう一回ね、母乳が出ない、出ない、うん、なんかでも今日言ったのは、子供があの吸ったら出てくる可能性が出てくるって言ってたよ、そうなんだだって子供ミルク飲むんじゃないの、飲むよ
まあでも出なくていいでしょ。知らん、わからん。だっていきなり子供引き取ることになるかもしれない。いつかは。それはない。わからんじゃん、いつかは。一生会わんなんてないわけだ。どうなるのかちょっと正直、俺もそこは引き取りたいもん。介入できてないし。1ヶ月ぐらいは一緒に住みたいな。1ヶ月ぐらい、そのなんかペットじゃないんだから。それはかわいそうかもしれんけど、1ヶ月ぐらい。住みでまた預けて1ヶ月また住むみたいな、うん、たくましい。いやまあまあまあ俺は無理だと思うよ。いや現実に頑張るよ。だって働ける金さえあればいいわけだからさ。まあまあ、まともな暮らしができてれば、うん、もしかしたらできると思うけど、俺正直そこは聞いてないし、多分聞いても教えてくれない領域なんだ、うん、その言ってる意味わかる、うん。だから児童相談所が介入してるっていうのは事実だから、うん、その後そのアイラちゃんがその子供を引き取るだとか、はたまた引き取らずにもう、いや1回は引き取りたいよ。1回は引き取りたいかもしれないけど、そのなんか1ヶ月後にまたじゃあお願いしますみたいなのはね、ちょっとあれじゃない、人間の命ってね、うん、違うんだよ、うん、もっと尊くて尊重すべきものだから、うんうん、まあまあとりあえず、まあ、そんな話してもちょっと分かんないと思うから、とりあえず行きますか。よく言われる、そういうのは男関係に言われる。何を？そういう性格だから人あるみたいな、うん、サボとかしてるのね。じゃあ今日はじゃあとりあえずまあよかったです。じゃあお疲れね。お疲れ様でした。